ジャン2世は、エノーハク。後に、母の縁で、ホラントク、ゼーラントク領も獲得した。父は、エノーハクジャン1世。母は、ホラントク、フロリス4世の娘アーデルハイト。1257年に、父が死去したが、祖母のフランドル女クマルグリット2世が福井したため、1280年の祖母の死によって、エノーハクを継承した。年、 上位のホラントハクヤン一世が、このないまま没したので、ホラントハクも手に入れた。おじのフランドルク、ギー・ド・ダンピエールに対抗するため、フランス王フィリップ四世の援助を求めた。フィリップ四世もこれに応え、1300年にギーを捕らえ、フランスに併合した。ジャン二世も、勢力を伸ばし、1301年に、弟のギーを、ユトレヒト司教に立てた。しかし、 フランドル市民が反抗、金白社の戦いで、フランス軍を打ち破られ、長男のジャンを失った。さらにブラバント公、ジャン二世に攻め込まれ、ホラント、ゼーラントのほとんどを奪い取られた。そして1304年に捕虜になり、バランシエンヌに連れて行かれ、失意のうちに亡くなった。後に三男のギヨームが、脱会、1323年に領有を認められた。1270年、 ルクセンブルク博ハインリヒゴセイの娘フィリッパと結婚。12人の子を設けた。ありがとうございます。